根先生は途中から入るようにしておきます。では時間になりましたので、今日初めての公表の企画なんですけれども、緩和医療学会のオンラインジャーナルの委員会からの PCR、チャンネル PCR といいまして、オンラインジャーナル誌に取り上げた論文を、編集委員と著者の方で討論しながら、その内容を紹介していくというライブをしようと思っています。これすでに過去に2回やりまして、テストで1回目が7月の5日の日曜日、2回目が8月28日の金曜日に行ったんですけれども、まだ学会から公認されずに、随分内輪なやり方、内輪だけで、一度テストをしてみまして、どんな感じになるのかということを確かめてみました。で、これを始めようと思ったきっかけはですね、多くの論文を投稿していただき、いろんな査読を経た上で、公表しているわけなんですけども、非常に多くの論文が、投稿され発表してきました。で、中には非常に臨床に役立つ論文も多い中ですね、無料でどなたでもアクセスできるように論文はなっているんですけれども、十分にまだ皆さんにお届けできてない、会員の方にも非会員の方にもその緩和医療の論文の内容を十分に伝えきれてないんじゃないかということで、長年私も関わりながら考えて、院の先生方と討論をしてきました。そこでですね、この2020年、非常に学会もオンラインになりましたし、非常に制約の多い中、それでも新しい皆さんへの伝えの仕方っていうんですかね、私も実は今自宅なんですけれども、みんないろんなところにバラバラにいながら、時間だけを共有すれば、皆さんに何か伝えれるものがあるんじゃないか、今までできなかった企画を思い切って現実にして、より良い緩和医療を目指すことができるチャンスになるのではないかと考えて、委員長の関根先生とですね、いろいろ他の院の先生方と何回も討論をして、そして、学会にやっと認まれる形になって、こうして皆さんに講演することができました。では、早速ですけど、委員長の関根先生にも入っていただいて、お願いします。関根先生、よかったら一言と、もう早速ですけれども、論文の方に入っていただけたらと思います。新庄先生、ありがとうございます。PCR 編集委員会の関根です。今、新庄先生ご紹介ありましたように、今回は学会の委員会活動として、承認された初めての会ということで、2本の PCR の掲載論文から、ご紹介したいと思っています。まず、1本目の論文なんですけども、がんリハの論文になります。添田亮先生の執筆された研究のチームの執筆された論文についてご紹介したいと思います。まず添田先生のご紹介させていただきますけども、添田先生今鶴巻温泉病院でリハビリやっておられます先生ですけれども、慶応大学のリハビリ教室で大学院修士号を取られてらっしゃって、私A メドのがんリハの外来のがんリハの啓発教育っていうことで、一昨年ぐらいまでですかね、班に入ってたんですけど、そこに添田先生いらっしゃって、頑張ってらっしゃるなと、大学院で研究してんですよっていうふうにおっしゃって、その添田先生がこの PCR の学会誌にですね、論文を投稿してくださって、非常に嬉しく思っておりました。その論文が晴れて、掲載されましたのでご紹介する機会があり、非常に嬉しく思ってます。じゃあちょっとですね、スライドを作っていますので、紹介させていただきたいと思います。ちょっと画面共有するんでお待ちください。こちらになりますね。終末期がん患者の死亡前6週間の日常生活動作の近似的変化ということで、タイトルになっておりますね。
で、どうして私が、添田先生と、知り合えたっていうこともあってってことなんですけれども、論文における、私たち新規性っていうか、何が新しいのかっていうことをいつも、新しく掲載する論文については問われるわけなんですけども、この論文に関しては、ここにありますように、これまで終末期のがん患者の ADL の推移に関する報告はあったんですけども、信頼性、妥当性に優れ、疾患に問わず国際的に使用されている ADL の評価尺度に、FIM っていうのを皆さん聞いたことあると思うんですけど、添田先生に詳しく説明していただきますが、この報告、使用した報告っていうのは、実はこの研究が初めてなんだそうなんですよ。私、知らなくてですね、そういう研究って過去にあるんじゃないかと思ったんですけど、そうなんだっていうことで、それは本当に評価指標としては、一番優れたものを使われたっていうこと、これはいいことだろうと思いました。で、2番目として、死亡前、までですね、2週ごとに評価を行われていて、先行研究でも、いろいろ評価されているんです。もうちょっとこうざっくり評価されて2週ごとっていうのは細かく評価されているということが私も分かりましたし、ADL の合計点とともにその下位項目ですね、いろいろなこう ADL の細かい指標についても詳細に形式的な変化を取ってらっしゃって、そういう綿密にされたものも、今回が初めてで、3つ目も挙げてますけども、ADL の認知機能項目っていうものについても、FIM の解釈度を用いて初めて評価をされています。このようなですね、新規性っていうものがありまして、掲載に値するなっていうことで、論文をまとめになってらっしゃいます。で、臨床的な意義に関してなんですけども、ここにありますように、がんの終末期のですね、QOL の維持、向上へのですね、リハビリアプローチの可能性っていうものは大きいとは思うんですけれども、研究のエビデンスは、がんリハの他のステージ、ディアズ分類ってよくご存知と思いますよね。予防、回復、維持、緩和っていうのはあるんですけど、その緩和よりもまだお元気な時期っていうか、その時期に比べてもやっぱりエビデンスはですね、非常に研究がやりづらいっていうこともあって、患者さんも脆弱ですし、難しいんですよね。脱落する患者さんも多いですしね、非常に大変だと思うんですよ。ですけど、そういう中で、この研究はですね、地道に ADL のその解釈度を拾われて、記述されたっていう意味は非常に大きいかなと思っています。こういう経緯でですね、この研究を取り上げさせていただきました。で、続きましてですね、添田先生、今日ご参加ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。妻京泉病院の添田です。はい、通常っていうか、もうちょっと編集員の方がいろいろと紹介することが多いんですが、シンプルに後ろ向きのですね、記述的なスタディではあるので、論文の図表をちょっと順番にこちらでスライドで上げているので、添田先生からちょっとこの結果のところからですね、分かったことについて、お示しいただけますでしょうか。ちょっとスライドの順番にお願いできればと思います。はい、承知いたしました。まずは新庄先生、関根先生、今回はこのような場を設けてくださり誠にありがとうございます。私と、共同著者 の皆様、それから辻先生と一緒に作った論文がこのように取り上げてくださる機会があったということを、あることを大変光栄に思います。またこのような論文が取り上げられたきっかけをもって、少しでも現場の患者さんたちが少しこう何か還元できるように、もしくは現場の方々のお役に立てるようにと願っております。このスライドから簡単にご説明いたします。FIM は、18点から126点満点の、ADL を評価する項目になります。合計点と、運動項目、それから認知項目の、2つの、領域に分かれます。18点が、最もADL の解除量が多く、126点が、自立度が高いと、だいたい100点下回る、90点ぐらいで、自立して生活がお家でできるかなぐらいが目安となっております。
従いまして、今回見ていただきますと、6週、4週、2週、0週と、なっておりまして、FIM の合計点は、中央値で55点から43点、そして40点、25点と、徐々に下がっていくことが分かります。すでに6週の時点で中央値55点ということは、中等度から、一部重度解除を必要としているということが、分かります。また0週の合計点25点というところは、非常に多くの解除を必要とすることが分かります。一方で着目していただきたいのは中央値だけではありませんで、中に 25%、75% とありますが、非常に幅が多く、6週の時点で27点の患者さん、また6週でも88点、つまり自立した生活を送っている可能性のある患者さんが含まれております。こちらは、運動項目の合計点を見ていただくと分かりますように、13項目ある運動項目のうち、1点しか取れていない、したがってすべての項目は全解除の、患者さんと、まだまだ自立度が高いという方さんが6週の時点で含まれております。その6週の、認知項目を見ていただきますと、運動の合計点中央値と、同様の数値となっています。認知項目は、5項目しかございませんので、運動項目よりも、自立度が高く、推移するというのが分かります。どちらの合計点においても、ゼロ週では、急激な低下をする、急激な低下をして、全解除の状態となるというのが、分かります。先生、じゃあ次のスライドお願いします。はい、分かりました。ここからちょっと詳細になりますので、簡単にだけ、傾向をご説明いたします。失礼しました。こちらは、縦軸に、自立者の割合を、横軸に、2週ごとの評価を、記載しています。一番上は食事です。食事は最も自立度が高い項目となっておりました。続いて排尿管理や排泄が、続きますが、このあたり後ほどまたスライドでお示ししたいと思います。次お願いします。こちらは認知項目になります。5項目になりますが、死亡直前の0週となりますと、記憶問題解決の項目は他の項目より、自立者の割合が低くなります。社会交流や表出などは、それよりも自立者が多いという具合ですので、したがって、ちょっと考えたりとか物を記憶したり、またナースコールをしたりとかするような、動作は非常に難しく、一方でコミュニケーションを取るようなところについては、それよりも自立者が多いのではないかというようなイメージになります。次お願いいたします。こちらは、変化量を、棒グラ、線グラフで示したものになります。変化量というのは、6週から4週にどれぐらい変化したかというのを、それぞれ平均値をこう変化で、追っております。変化量ですので、自立度の高いものが大きく低下すると変化量は大きくなります。見ていただきますと、いくつか着目点ありますが、論文中でも書きました、排便管理、それから排尿管理が、あまり変化しにくいというところが分かります。その他の動作に関連するものは、死亡直前の時に大きく低下いたします。したがって、ADL 上体を動かしたりベッド上に出ていくことが難しくなる一方で、死亡直前においても、排尿排便の、尿便意が保たれる可能性がありますので、このあたりは患者さんの、便意尿便意はあるけれども、ベッドの外に行けない、トイレに、解除しようとするという、そのような苦痛が起きるんじゃないかということが想定されます。次お願いいたします。ちょっとお待ちください、ね、はい。同様に認知項目の変化量になります。こちらにおいては、やはり記憶が同様に低下していきますが、おおむね同じような、変化量で低下していきます。詳細については論文ご確認いただければと思います。じゃあ次お願いいたします。ここから私の研究の流れになりますが、このままご説明してよろしいでしょうか。はい、はい。そうしましたら、この、私が着想したきっかけになりますが、がん患者さんの ADL の推移について、土井先生とディスカッションを重ねていくうちに、おおむね教科書的に3ヶ月ぐらいから低下をして、死亡直前に、急激な低下をするというところが、分かりました。では次お願いします。
しかし、多くの研究では解項目が分かりませんでしたので、一旦これを個別に見てみた場合にはどうなるのかというところが臨床疑問として上がりました。次お願いいたします。そこで今回 のこの論文の研究が出来上がったわけです。おおむねベッド外の ADL は、4週前ぐらいから低下をして、ベッド上の食事だったり静養、排尿管理のようなものについては、死亡直前まで、低下しにくい、もしくは低下しても他の項目よりも実が高いということが、分かりました。次お願いいたします。というわけで、先ほど示しました、食事、排尿管理、そして移動については、もう一回お願いいたします。このように、推移が異なるということが分かりました。一方で一番最初の表で示しましたように、重度介助となっている患者さんもいれば、自立度が非常に高いという患者さんも含まれるということが、分かりましたので、こちらにおいては中央値で推移を追う限界があるのではないかと、統計学的な解析手法に、新たな選択肢が必要ではないかと考えました。では次お願いいたします。こちらは論文の中でお示しはできませんでしたが、最初の表を図にしたものになります。一番上 のバーから下のバーまでばらつきが大きいことが分かります。では次お願いいたします。でこちらが、対象となった患者さん方を、全て個別にプロットしたところです。まず今回中央値で軌跡を追いましたが、中央値で示しますと、このように多様な軌跡を持つ患者さんたちの特徴を失う可能性があり、次お願いいたします。さらに私たちが任意で群分けすると客観的な分類とはならないというところで、では次お願いします。解析方法が新たに必要ということが分かりました。では次お願いいたします。そしてこれが修士論文の研究になりますが、グループベーストトラジェクトリーモデリングという解析方法を用いまして、このような結果が生まれました。患者さん方は4群のグループに分かれることが分かり、ノーディクライン群、ラピッドディクライン、そしてモデレートディサビリティ&スローディクライン、シビアディサビリティと、重度介助を必要としたり、中等度の介助を必要としたり、自立度が非常に高いにもかかわらず、死亡約1ヶ月前から2週間にかけて急な低下をするラピッドディクライン、4つの群があることが分かりました。またこれについては現在論文執筆中でありますが、関連する要因があるということも分かりましたので、論文として改めて皆様にご報告できればなと考えております。はい、では次お願いいたします。それでは先生、このまま、はい、ありがとうございました。はい、この後スライドはそのガンリハノっていうちょっと待ってくださいね、ちょっと今こういう歌読めますけど、はい、はい、それでは先生ありがとうございます。ありがとうございます。駆け足で本当によくまとめてくださってありがとうございます。ちょっと先生の、論文についてその、論文執筆で苦労された点とかその辺もちょっと伺いたいんですよ。どうでらっしゃったんですか？はい、スムーズに問題なくデータ収集とかできたんです、はい、それともドロップした方も結構多かったっていうふうに論文読みましたけども、いかがだったですか？ありがとうございます。そもそもこの後ろ向き観察研究は先輩方が歴代の方々がFIM のデータを入院時から5体に至るまで取っていたというところがありました。したがって私が、緩和ケア病棟に配属されて、修士課程に入った時には結構な数のデータが揃っている状態でして、そこからデータのクリーニングをする作業がありました。特に難しかったのは、かなりばらつきが入院期間も異なる患者さんがいらっしゃる中で、どのようにこうデータをちょっと縦断データとして扱ったらいいのかというのに非常に苦労して、統計の先生出したり辻先生に何度も何度もご相談をしながら、このようなこう示し方に至ったというところです。データのクリーニングっていうのはやっぱりなかなかその
何ですかね、その私たちが選んでる患者さんのそのバイアスとかですね、偏りがないようにっていうところ、やっぱりこういうあのがんの終末期って言っても、まあ、あの先生 の論文だと、あの、はい、患者さんの背景としては、あのなんていうか非常に多様ながん種が揃っていて、あんまり偏りなさそうに思ったんですけど、あの、はい、例えば先生、肺がんとかだと非常にあのギリギリまでお元気で、最後あの急激に ADL 下がるじゃないですか。で、前立腺がんとか乳がんの方は割とゆっくりだし、まあ、その辺先生、あの、トラジェクトリーがあの 4通りあるっておっしゃってて、非常に興味深いと思いましたけども、はい、はい、あの、まあ、その辺ね、その、データのサンプリングっていうか、クリーニングについては、あの非常に苦労されたということですね。そうですね、先生のおっしゃるように、あの、がん種別に分けた方が、あの精度の高いものになるんではないか、また、あの転移の有無においても、あのどういうふうに扱っていいのかというのは非常にあのいろんな議論がありました。あの生物統計の先生にもあのしっかりご意見いただきながら、あの、まあ、今回の投稿した論文と終始あの論文に至ったような具合です。ありがとうございます。そうですね、新庄先生、あのなんか質問とかってあったりしますか？あの、Zoom の方とかチャットの大丈夫ですか？ああのちょっとね、質問あのいいですかね、はい、お願いします。投稿プロセスをあの経てですね、先生があの改めて振り返って、はい、あの研究目的とかあの評価指標についてですね、次だったら、まあ、こうするとあの新しいことが分かりそうっていうこと、まあ、そういう気づきとかってあるんでしょうか？もうすでにあの別の論文を書いてらっしゃるっていうこともあるので、それでも構わないんですけど、あの振り返ってみていかがでしょうか？はい、ありがとうございます。振り返ると非常に多くの、 あの気づきを得たと思います。あの執筆しているうちに、やはりあのデータは、もうちょっとこう2週間の間隔ではなくて1週間の方が良かったのではないかでしたり、まあ、骨転移の有無、脳転移の有無についても、あの大きさだったりとか、場所はどこだったかとか、あの数はどうなのかというようなあの情報まで必要だったなという、研究デザインのあの限界でしたりとか、あのデータのその、種類や精度についてもあの非常に課題が出てきましたので、次なるその研究に非常にこうあのつながったかなとあの感じております。はい、で、あの先生はあの、まあ、FIM を使われて、まあ、あの一番こう信頼性が高く妥当性も高いって言われているものを使われたんですけども、まあ、あの結果についてはあの先行研究と、まあ、内容的にはそんなに変わらなかったっていうことだったんで、そういうふうに受け取りましたが、あの、はい、認知機能について調べてたじゃないですか。あれってあの、はい、先行研究はなかったんですね。その辺は非常にいい目の付けどころされたなと思いましたけど、でそれをこう臨床に生かすときにどういったことがこれからこう先生の研究結果を踏まえてできたりするんでしょうか？はい、ありがとうございます。認知機能の先行研究におきましては、コミュニケーションができるできないでしたりとか、意識があるない、程度 あの先行研究がいくつかございました。あの そちらの情報をメインにしているというよりは、他 あの情報メインに、例えば鎮静をかけた場合にコミュニケーションが取れなくなるのが大体何日頃というのが、いくつか あったと思います。今回 あの研究をもちまして、分かったことは、あの運動項目よりも認知項目の方があの死亡直前依然保たれている可能性があるということが分かりましたので、したがってあの体が動かないその中でも、何かを感じたり、また理解をしたり、することがあるというのが分かりましたので、その他人に負担をかけるちょっとこう苦痛でしたりとか、だんだんこう自分の体が動かなくなっていく、自分らしさがなくなっていくというようなその患者さん方の、苦痛が想定されますので、そのあたりのあのケアに発展していけたらいいかなとあの思っております。ありがとうございます。先生、ありがとうございます。あの非常に、はい、っていうか次 あの診療につながることが分かりました。新庄先生、 YouTube の方からあの質問が来てるってことなんですか？一つ質問が来てますね、視聴者の方からは、専門の際は認知行動に揺れが生じると思いますが、その際はどのようにFIMを評価されたのでしょうかっていうのが質問でした。まあ、論文中にもちろん書いてあるかもしれませんけれども、ここで共有していただければと思います。ありがとうございます。ご質問ありがとうございます。
フィムの場合は、日中の変動があったときは、評価は低い方を得点として評価をしておりました。例えば、夜間繋毛が起きて、非常に介助量が増えてしまったり、歩行するのにも、介助や見守りが必要になった場合には、たとえ日中自立であったとしても、夜間の繊毛状態により見守り解除が必要という採点方法を取りました。ありがとうございます、はい。新庄先生、今のところ質問は今の感じですね、はい。もう一ついいですか、質問。はい、大丈夫です。今回ですね、先生研究の研究 の結果出されて、実臨床っていうか、まあ、先生日々リハビリされてると思うんですけど、はい、先生方や多職種、まあ、ドクターや看護師と その関わりについては何か変化っていうか、その先生の研究結果を踏まえて何か変化があったりしました？そうですね、そうですね、変化と言いますと、情報を共有するのに少し役立ったように感じております。例えば、食事は自立しやすい、自立を継続しやすい項目でありますので、そこは最後の砦としてケアを続けていこうでしたりとか、おそらく体が動かなくなっていくだろうけど、こう何かを感じたりお話ししたりするところは一部まだできるかもしれないので、そのあたりを家族ケアと一緒に一緒にこうディスカッションしていきましょうみたいな、方法で用いることはあったと思います。ただ論文を執筆前からそのあたりは多職種でしっかりコミュニケーションが取れているような、私としては看護師さんたちもドクターも薬剤も栄養の方もみんなこうリハビリに非常に理解がある方々ですし、リハビリがいなくても ADL の評価をしっかりしてくださっている方々だと信頼しておりますので、論文は何でしょう、こう噛み砕くのに多少必要だったかなぐらい の具合だと思います。はい、はい、なんか素晴らしい環境でお仕事されてるなって羨ましい気がいたしましたけど、ありがとうございます。ですね、時間的にはまだ8分ぐらい残ってるんですね。で、私私自身もその今の亀田病院でリハビリのスタッフすごい熱心なんですよね。で、まあ多分リハビリのスタッフも今日見てくれているかなって、まあ後日視聴の方もいると思うんですけど、とにかく私まあアメリカで緩和ケアを学んで日本に戻ってきたのが2007年だったんですけど、その看取りの方にベッド上でリハビリスタッフがこう可動域練習をしてたりとかっていうのに遭遇して衝撃を受けたんですよね。なんだこれはと思って、でアメリカでそういうのを見たことがなかったし、まあ亀田病院以外でもそういうことを多分やってたところも たくさんっていうか、まだそんなに多くなかったかもしれないんですけど、まあ、寝たきりの人だってできる、ね、練習があるっていうことだったり、まあ、なんか座禅の世界これっていうか、なんかこうすごくこうあうんの呼吸でね、やってらっしゃって、あ、そっか、寝たきりの人にもできることがある。でなんかね、お棺の中に拘縮できないようにするリハビリとか終末期のリハビリっていうことを、ま、学びまして、いや素晴らしいことだなって思ってたんですね。で多分、まあ、日本人のそのなんていうか、そういう心とかそういうものにもマッチしてるっていう部分が終末期のリハビリにちょっとあるのかなって思ってたりするんですけど、残念ながら緩和ケア病棟はその包括診療でリハビリ算定できないじゃないですか。でそういうとこで今ね、リハビリ、終末期のがんのリハビリすごく研究が頑張ってらっしゃる先生いますよね。それちょっと先生スライドを作ってくれたので、ちょっと最後にそれを共有して、はい、先生のセッションの方は終わりたいと思う。ちょっと共有しますね。はい、お待ちくださいね。はい、お願いします。それでは先生、こちらからでいいですか？
はい、お願いいたします。こちらを含めて、3つの論文をご紹介させていただきます。私自身も非常に関根先生がおっしゃったように、終末期の、がん患者さんのリハビリテーションに何かしらの、効果があるんではないかと仮説を立てていますが、それを証明するその術でしたりとか、研究デザインに非常に苦慮しております。その中でも先生方がご尽力されて形になっている論文をぜひご紹介させていただきたく存じます。関根先生のこちらの論文は、ご入院後にリハビリテーションを受けた患者様方を、加入前後で、2週間後の評価をしております。まず ADL が改善した群として、FIM が得点が上がった方々、QOL も上がっております。一方で、もう一方の ADL が低下した群は、FIM が低下していますが、全体の QOL としては低下をしませんでした。したがって、ADL が改善、維持されるだけでなく、QOL にも影響があるんではないかということが、この論文から示唆されると思われます。次、お願いいたします。それでは先生、ご紹介してくださってありがとうございます。はい。あ、とんでもございません。続いて、こちらの2020年出たばかりですが、長谷川先生の論文になります。こちらの全国の緩和ケア病棟の遺族調査の中で生まれた論文です。リハビリテーションを受けた患者さんと、受けなかった患者さんで、それぞれご遺族にアンケートを取った結果、ぐっとですね、影響があるということが、一部分かりました。分かったそうです。特に3項目、個人として尊重される医療スタッフとの良好な関係、希望と喜びの維持というところで、リハビリを受けていない群と優位差があったというところです。したがって、QOL だけでなく、このグッドデスにおいても影響するんではないかということが示唆されます。では、次お願いいたします。はい、長谷川先生の研究ですけど、これ、J-HOPE の3と4をコンバインドしてっていうところで、非常にご尽力いただいたやつですね。ありがとうございます。はい。そして最後にご紹介いたしますのは、私も仲良くというか、プライベートでも連絡を取らせていただいている、大阪府立大の西山先生の、研究になります。こちらのプロトコールが2020年掲載されたばかりです。16施設の緩和ケア病棟で、他施設の、RCT で、実施されております。3つの群に分けまして、介入群では推奨ガイドに基づくリハビリテーション医療を提供しているというところです。鶴舞京泉病院はこの施設には含まれておりませんが、2021年の12月まで実施されますので、こちらの結果を非常に楽しみにしております。はい。というところが私から論文のご紹介になります。はい、添田先生、ありがとうございます。本当に限られた時間ですけども、先生の今回の論文と、それから先生から学が論文から学ばれたこと、そして現在もまだ論文執筆中ということと、あと、先生のそのご友人の研究や、その終末期のこれまでの論文もシェアしていただきましたが、ぜひね、本当に終末期のがんの患者さんの、もうちょっとこうね、予防回復維持っていうところは、たくさん論文が出てきているんじゃないかと思いますけど、緩和期の、今、ランダム化比較試験がされているっていうのは素晴らしいことですね。私も最近知って、本当嬉しかったと思うんです。嬉しかったんですけど、ぜひ本当、緩和ケア病棟のリハビリもちゃんと算定できるようにっていうふうになってほしいなって思いました。先生のますますのご活躍を記念しております。今日は先生、ご参加いただいてありがとうございました。辻先生も多分YouTube ライブで見てくださってるかなと思うんですけど、はい、ありがとうございました、先生。はい。ありがとうございました。何かしらの形でご連絡いただいたり、ディスカッションする場を、例えばツイッター上でしたりとかでも構いませんので、ぜひご助言とかアイディアをいただけましたら幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。常にあれですね、アンテナを張ってらっしゃるってことで、素晴らしいですね。いえ、あやかりたありいがととう思ございいまます。す。私もいえ、こちらこそ。音痴なので、はい、先生にええ。頑張りたいと思います。ありがとうございました。はありがとうございました。い。
じゃあ、1本目の論文の紹介を終わらせていただきます。続きまして、2本目の論文のご紹介をさせていただきます。ちょっと、私の1枚だけちょっとスライドがあるので、すみません、坂下先生、ちょっとお待ちください。坂下先生も論文を用意していてくださっているので、ちょっとあまりすみません。ちょっとあまりうまくいかなかったですね。坂下先生のご紹介させていただきます。坂下先生、同じ千葉県でいつもお世話になっております。先生、ありがとうございます。ちょっとやり方が変わります。千葉県がんセンターの緩和医療科の部長でいらっしゃいます坂下先生は、長年千葉県がんセンターの緩和ケアをリーダーとして引っ張っていらっしゃいますけれども、この度ですね、先生 の, 活動報告の論文をご紹介させていただきます。ディグニティ個別音楽療法プログラム、あなたの大切なメロディーの開発ということで、私活動報告論文ですけれども、いや音楽療法っていうのはやはりエビデンスがまだまだ少ない、そして音楽療法士はまだ医療者として認識されていないっていうのもちょっと、ですね、ガイドライン本でちょっと今日確認いたしましたから、医師 の, 指示のもとで、やるという状況になっているですけれども、音楽の力、持ってる力、ポテンシャルっていうのは、皆さん音楽好きな方多いと思うんですけど、私自身も音楽好きですし、坂下先生も、いろいろと楽器を演奏されているっていうことを存じておりますが、今回ですね、坂下先生がディグニティセラピーっていうのと音楽療法を、統合されたっていう、その非常に画期的なものだなと私は思っていて、エビデンスがないしけれども、その患者さんはすごく笑顔になられて喜ばれているという中で、私は非常に可能性をこの論文から感じました。そして、詳細に記述されていて再現性がありそうなんですね。ですから、坂下先生からちょっと今日ご紹介いただきますので、他の、今日 ご視聴の方もいらっしゃると思うので、坂下先生の施設でやっていることが皆さんの施設でもできるんじゃないかなって思いました。で、坂下先生にこれまでの取り組みについて聞いてみたいなと思いましたので、先生すいません、よろしくお願いできますでしょうか。よろしくお願いします。あ、どうも皆さんこんばんは。関根先生どうもありがとうございます。僕 の, 活動報告を取り上げていただきまして、でちょっとパワーポイントをちょっと共有するんですけど、ちょっと今回の背景とかに関してはちょっとパワーポイント全然用意してませんので、ちょっと 口頭で、ちょっと話させてください。で、緩和ケアでは、スピリチュアルケアっていうのが一つ課題の一つなんですけど、構造化された介入法っていうのは限られております。で、世界的に有名なディグニティセラピーが、世界的に知られていますけど、国内で、行われた研究では、ディグニティセラピーへの参加を拒否される方が多かったと報告されていたりしてて、日本で場合ちょっとディグニティセラピーがですね、ちょっとやりにくい状況にある可能性があると思われます。で、まずそういうことが一つと、あと、音楽療法に関しては国内の調査でですね、いろんな、緩和ケアの施設で導入されてるっていう話はあるんですけど、で、ただそれがエビデンスがあんまりないので、名前は療法というふうにね、ついてますけど、位置づけがすごく曖昧であったりしてます。で、その音楽療法を行われる、理由の一つとして、やっぱりスピリチュアルケアっていうことを目的に行われたりもしてるんですけど、それに関してですね、全然研究がほとんどないんですよ。
音楽療法に関する緩和ケア の有用性に関するエビデンスって非常に乏しいんですけど、スピリチュアルケアに関しての研究ってほとんどされてないのがっていうのが今回分かりました。 で今回そういうふうなですね、少しこう構造化された介入法みたいなプログラムを開発するとなんか役に立つんじゃないかなと思いました。で、自分がもともとディグニティセラピーをやってまして、でそういう経験をもとにですね、音楽療法士さんと一緒にこのプログラムを作りました。ちょっとそのプログラムの概要をですね、ちょっとパワーポイントを共有させていただきます。ちょっと出るかな。これ、これ共有できてますか？パワーポイント、はい、簡単にプログラムの概要を説明させていただきます。プログラムはですね、大きく、流れはこのようなもので、まず選曲のための質問っていうのを、させていただいて、それをもとに、患者さんに、大切な曲を、上げていただきます。で、それをもとに、個別の、音楽会を、開催すると、そういう流れです。で、個別の音楽会ではですね、その曲の演奏後に、患者さんの自由な語りがあったり、問いかけがあります。で、まず患者さんにこのプログラムを紹介するにあたって、このようなパンフレットを用意してまして、あなたの大切なメロディーで、あなたにとって大切な曲を教えてください、下の質問を参考にして曲を選んでいただきます。音楽のジャンルは問いません。電子ピアノでの生演奏でお部屋にお届けします。曲にまつわるエピソードなどもぜひお聞かせくださいということで、ここに選曲のための質問っていうのが載せてあります。で、これどういう質問かというと、あなたが人生で最も生き生きとしていたのはいつ頃ですか？その頃を思い出させてくれる曲は何かありますか？あなたが人生で果たしてきた役割、成し遂げたことは何でしょう？それらを連想するような曲は何かありますか？あなたが人生で大切だと思うこと、大切な人に伝えたいメッセージ、それらを象徴するような曲は何かありますか？あなたが心から安らぎを得られるような曲は何かありますか？あなたが辛い時でも強くなれるような曲は何かありますか？まあ、こういう質問を載せておきまして、それをもとにですね、患者さんに大切な曲をですね、あげていただくと。で、それで後日、その曲をもとにですね、この病室の、まあ、緩和病棟の個室でこうその曲をもとにした音楽会を開催するということです。で、僕がこうし進行役として入っていて、こちら音楽療法士がその患者さんの、大切な曲をピアノで演奏して、みんなでですね、その曲を、口ずさむというものですね。で、例えばこれは糸っていうですね、中島みゆきさんの曲ですけど、こういう、歌詞の書いたものを、A4 のものに印刷して、ここで、参加者にみんなこれを配ってですね、一緒に共有して、その曲をみんなで口ずさむというんです。で、そうするとですね、患者さんはこう曲が終わった後ですね、いろいろこう今まで人生のエピソードをいろいろ語っていただいたり、ご自分の方からですね、いろいろこう語られる方多いんですけど、もしあんまり語られないような場合は、積極的にちょっと問いかけをしたりします。で、例えばですね、今どんなお気持ちでしょうか、なぜこの曲が好きなんでしょうか、曲の中で、特に好きな歌詞やフレーズはありますか、何か思い出されたエピソードや、浮かんだ光景はありますか、どんな光景でしょうか、いつどこで誰が一緒に、いますか、こういったですね、問いかけを行って、まあ、患者さんにですね、いろんな曲にまつわる人生のエピソードや、なんか伝えたいメッセージみたいのをですね、自由にこう語っていただく、まあ、こういうプログラムであります。で、こういうプログラムをですね、開発しまして、で、この論文の中では、
ちょっとこの、で、論文の中ではですね、3つの症例を、症例として挙げさせていただいて、います。で、ちょっとそれに関してはちょっとパワーポイント作ってこなかったんですけど、例えば、66歳の女性の大腸がんの終末期の方は、トップ・オブ・ザ・ワールドっていう曲、それから、愛はきらめきの中に、こういった曲をですね、大事だって言ってあげられたり、あと57歳の乳がんの、方は、中島みゆきのですね、糸、それから、テレサ・テンのですね、時の流れに身を任せ、こういった曲を挙げていただいたり、あと症例さんでは71歳の子宮がんの、方はですね、スマップの、世界に一つだけの花とかですね、美空ひばりさんの川の流れのように、こういう曲を挙げていただいて、こう音楽上げていただきました。で、まあ、どの患者さんも、こういう、音楽を一緒に口ずさんで、その後にですね、いろんなことをですね、語、まあ、涙を流されながら、語る、ようなことに、なりました。で、まあ、こういうプログラム、なんですけど、まあ、大事なところはですね、まあまあ、スピリチュアルケアを、目的とした、構造化された、プログラムとして、初めての報告なんじゃないかっていうことが一つと、あと、ちょっとディグニティセラピーを参考にしてこう作ってはいるんですけど、ディグニティセラピーとは決定的に違う点は、ディグニティセラピーっていうのは後にこう世代継承性というんですかね、まあ、レガシーとしてこう文書こうが残るっていうところが非常に重要、ディグニティセラピーは重要なとこなんですけど、このプログラムではそういったもの一切ないんですね。形残すっていうことではないですね。ありがとうございます。そうですね。残すっていうところではなくて、そこは決定的に違うところなんですけど、どうもいろんな研究によると、まあ、日本人の場合、あんまりこうレガシーが残るってことを、すごく重要視する人ってそんなに多くないんじゃないかなとも言われたりしてて、むしろ、こういうふうなライフレビューで終わるような介入法の方が、受け入れやすい可能性があるかもしれないということを、書きました。あと、まあ、このプログラムは非常に構造化されたシンプルな介入法であって、まあ、いろんな場所で実施できる可能性があるんですけど、まあ、でも家族からはですね、大変好評をいただいてるんですけど、スピリチュアルケアとしての有効性は不明です。で、あと、このような介入法を好まない患者や、実施不可能な患者さんは存在すると思います。あと、音楽療法士や医療者の技量や患者との関係性も、その効果や、実施可能性にですね、影響を与える可能性もあるということをちょっと限界としてここでは、書かせていただいています。で、これって結論って出ますそうですね。で結論は、スピリチュアルケアを目的に構造化された個別音楽療法プログラムを開発した。本プログラムは患者が家族から大変好評を得ているが、今後本プログラムのスピリチュアルケアとしての有用性及び、実施可能性について、調査を予定しているということで、この論文は活動報告ということでこれで終わっています。で、ちょっとその後ですね、実施可能性のことに関して、今年の、緩和医療学会でちょっとポスターで出させていただいてるんですけど、20人の患者さんにこう的確異常を満たす緩和病棟の患者さん20人の人にこう連続的にこれを紹介したところ、65% の人が、こういうのプログラムを参加されましたので、実施可能性はかなり高いと、まあ、65% というふうに考えています。あと、実施後 の患者さんのアンケートとか調査では非常に満足度が高いというのが分かっています。あと、ファシット SP の12のあれも前後で調べてはいるんですけど、まだちょっとその、
ゆいさんが出るようなほどあのデータがないので、ありません。はい、そんなところです。坂下先生、あの本当に貴重なご経験をシェアしてくださってありがとうございます。で、あの先生、あの、背景として先生はディグニティセラピーを、まあ、実践されていて、ちょっとディグニティセラピーを日本に、まああのまあ、海外でやってるのを、まあ、レガシー残すっていうところとか、日本人にはちょっと合わない部分っていうのに気づかれて、今回音楽療法とコンバインドさせてるんですけど、その辺は先生どれぐらいそのディグニティセラピーをやられてからそうお気づきになったんですか？ですね、あのディグニティセラピーを僕やるようになったのは、あの、ね、あのエンドオブライフケア協会っていうですね、あの小沢武俊先生が中心にされている、エンドオブライフケア協会っていうところがありまして、そこで毎年ディグニティセラピーのワークショップをやっておりまして、僕もそれに2回ほど参加して、ちょっとディグニティセラピーの、ことをあのいろいろ教えていただいて、で実際自分の患者さんに、やるようになりました。で、まあ、ディグニティセラピーって僕思うんですけど、患者さんとの関係性っていうかね、かなりそれがすごく重要だったりするんじゃないかなってちょっと思ってて、だからそういうのがあればすごく僕患者さんって やって くださったりするんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、過去のね、あの明智先生たちがされた研究ではやっぱりこうあの お断りになった 方が多かったっていうことがあるので、ちょっとその辺分かんないですけど、もしかしたら日本人に、あんまり適してない可能性もあるかもしれないねとも思ってます。で、あのそこで音楽と結びつけられたっていう発想は本当素晴らしいと思ったんですけど、先生はそれはご自身のオリジナルなんで、それともどこからそのヒントを得られたんですか？それでですね、あのうちの音楽療法士、さっき長島っていう音楽療法士がおりまして、僕がディグニティセラピーをやってるっていうのを、まあ、彼女がちょっと知ってて、で彼女の方も音楽療法士としてですね、まあ、できればそういうふうな介入をしたいっていうことを僕の方にちょっと話があって、じゃあちょっと一緒になんかプログラムを考えようかっていう話になったんですね。で最初にちょっと思ったのは、そのディグニティセラピーをやって、それを文章をですね、患者さんに渡すときに何か音楽を何かつければつけようかとか、ちょっとそんなことを最初考えたんですけど、でもさっき話したようにその形として残る、まあ、レガシーの部分っていうのはあんまり重要じゃないのかもしれないなってちょっと思うようになって、もっとこうシンプルに、その、まあ、曲を中心にその患者さんに語ってもらうみたいなプログラムに変えシンプルに変えました。でも先生、あの患者さんにその30分 その個別音楽会をプレゼントするっていうのは素晴らしいことですね。でも本当にそうですよね。本当に特別なあのプレゼントっていうか、まあ後に残すっていうか、その時間のその記憶っていうか、まあ、それが私たちにも残るし、私たちへの贈り物になるかなと思って。は、新庄先生ありがとうございます。ちょっと質問があるようなんで、ちょっと坂下先生、はい、新庄先生お願いします。あ、 YouTube の方からコメント質問がありまして、まず一つはですね、ディグニティセラピーの発表を実際にされた方もいらっしゃいまして、家族のグリーフに、まあ、残される家族のグリーフに効果があったなと実感したようなことはあったでしょうかという質問が一つありました。いかがでしょうか？ですね、あの例えば、この中でもちょっと報告してますけど、あの歌詞を患者さんの家族とかにも一緒にこう配ったりするんですね。その歌詞を、家族がですね、あの後々までなんか大事にしたいっておっしゃってたりしました。で多分、亡くなった方が大事にしてた曲っていうのは、家族にとってもやっぱり患者さんが亡くなった後ですね、やっぱその曲をどっかから流れてくるのを聞くだけでその人を思い出したり、あるいは
その曲を口ずさむだけでやっぱり亡くなった方とですね、なんかこうにアクセスできるような、なんか思い起こせるような、形として残るわけじゃないですけど、音楽ってそもそも形を持ってないので、どこにでもこう存在できる可能性があるので、多分患者さんが生きている時に患者さんにとって大事な曲っていうのは、残された家族にとってもなんか大事な曲であり続けるんじゃないかなと、まあ、勝手な僕の思ってることですけど、少しだからそういうのがなんかグリフケアにもですね、なんか結びついたりする可能性はあるんじゃないかなと僕は思ってます。可能性ですけど。ありがとうございます。同じ質問が2つ先、今やっぱりグリフになるかっていうと、やっぱり音楽療法に取り組んでいらっしゃる方の、まあ、応援コメントなどなどが入っております。今日はありがとうございました。坂下先生、本当にオリジナルの取り組みを教えていただいて、まあ、こういう取り組みやってみたいなって思われた視聴者の方も、まあ、すでにいろいろ取り組んでるけど取り入れてみたいって思った方もいるかもしれません。先生、今やってらっしゃる、研究は今後多施設研究にするっていう可能性もありますか？どんな感じでしょう？ちょっとなんかあれですけど、今何とも言えないんですけど、もしそういうのをですね、応援してくださる方がいましたら検討します。そうですね、応援が必要ですよね。あと質の標準化とかね、いろいろ、まあ、評価どうするかとかありますけども、先生この研究の ご発展をますます先生期待しておりますので、これからも先生ご活躍いただきますように。今日は本当にご参加ありがとうございました。どうもありがとうございます。じゃあ新庄先生、はい、2本の論文ご紹介しましたのでお返しいたします。まあ、最後今日出演と司会進行してくださった、まあ、関根先生と、まあ、4名今 YouTube に流れるようにしてあります。もう大好評企画におそらくなっていく予感がありますので、お二人の先生方、本当にご自身の研究含め、これもいつまででもですね、論文で、しかもですね、有料ではなく、すぐ無料で、普通に Google で検索すればきちんと見れるような形で残していっていただけているというのは、まあ、過去にも大きな、過去だけではなく、こう現在から未来に向かって、まあ、大きな共有できる大切な内容なのではないかと本当に感じました。それですね、見ていただいている、まあ、患者、控員の皆様、本当に今日はありがとうございました。院長の関根先生も学会と接触したり、いろいろしていただき、このような形になるように協力してくださったこと、本当にありがとうございます。とんでもないです。新庄先生、ありがとうございます。本当に。私は技術担当で新庄先生いないと、これは全然不可能なことなんで、先生、本当にありがとうございます。途中ちょっとね、私の不手際でちょっと乱れてしまったんですけど、どうにか無事終えることができて安堵しております。そうですね、視聴している皆様がですね、まあ、これチャンネル登録をしていただいてですね、ぜひこれからも定期的にこれ、緩和医療学会のこれ YouTube のチャンネルになってまして、緩和医療学会からのあらゆる、まあ、YouTube のお知らせがどんどん入ってきますので、まあ、チャンネル登録を必ずこうピッとしていただけますと、これぜひ、関根先生とも話したんですけど、月1回ぐらいですね、月1回、一回なんとかこういうような機会をですね、どんどん作ってですね、いろんな委員、著者の方と持ち回りでずっと続けていけたらと、まあ、願ってますんで、これ必ずチャンネル登録、あとですね、高評価の方お願いします。高評価ね、こっちです。こっちじゃなくて、こっちのマークにこうポチッとしていただくと、非常に今日参加した皆さん方も、高評価をいただくと私たちも励みになります。では関根先生、よかったら少し時間ありますので最後に一言お願いします。はい、新庄先生ありがとうございます。今日ご参加いただきました添田亮先生、坂下義彦先生、本当ありがとうございました。本当にありがとうございました。はい、なんていうんガチガチのアカデミックっていうよりも、ちょっとなんていうんですかね、割とざっくばらんな会にしたいなっていうのがあって、ただ本当にリハビリ、がんリハっていうところがこれ今本当に盛り上がっていて、特に緩和期のリハビリも、他の時期のリハに負けないっていうところで、たくさんのね今先生の論文の他の
ランダム化比較試験のですね、研究も西山先生、先生紹介いただきまして本当に楽しみです。これからも応援したいと思ってますので、よろしくお願いします。坂下先生本当に素晴らしい、ディグニティセラピー音楽療法の試み本当に感銘を受けました。ぜひこの発展常先生の療法が広がりを見せて神田さんの QOL に、貢献するようにということで念じておりますので今日は本当にありがとうございました。 ご視聴くださった皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。